こんにちは、オーメンズイレブンです。本日はどうしてもドライブに行きたくなり、千葉県に日帰りでドライブに行くことにしました。ゴールデンウィーク中だから渋滞が心配だな。千葉県は若い頃営業エリアで担当したこともあり、大体の場所は把握しているつもりだ。今日の天気は崩れやすいとは分かっていたが、いきなりこれだと先が思いやられる。早速の渋滞。渋滞を避けるルートを探して下道を走ることにした。常に時間に追われていた営業時代からの抜けない癖だ。千葉県には魅力的な観光地が多い。のこぎり山、宮本島、養老渓谷、挙げればキリがない。今回向かう笠森観光は初めて向かう場所だ。あまりに有名な観光地はさすがにゴールデンウィーク中は避けたかった。到着。すでに駐車場は満車だった。民宿だろうか。長い階段を登って観音堂を目指す。今回も歴史に関しては下調べはしていない。 Google 評価 4.3 という数字に誘われた。これが有名な笠森観音堂だ。日本でただ一つ障崖造りとして明治41年1908年に国宝に、その後昭和20振り向けば横浜。違う。気がつけば青空。お腹が空いた。そういえば民宿の横にお店があったな。こういう店でご飯を食べることにまた風情を感じる。風情のある味だった。そうだ、海を見に行こう。また雨が降り出しやがった。
着いたが、さらに天候が悪化。まともに海を見ることすらできない。海をどうしても見たいんだ。少し待ってみたら、雨雲が移動し始めた。そして立ち寄ったパーキングエリアで、念願の海を見ることができた。自分が想像していた景色とは違うけど、これで満足だ。帰路に着いたと同時に晴天。冗談きついぜ。さあ、次はどこへ行こう。